セラピードックと患者アニマルセラピーは動物を使ったセラピー手法のこと。日本での造語である。医療従事者が治療の補助として用いる動物介在療法と動物との触れ合いを通じた生活の質の向上を目的とする動物介在活動に分類される。アニマルセラピーの利点として、生理的利点、心理的利点、社会的利点の3点が挙げられる。 アニマルセラピーとは、動物と触れ合わせることでその人に内在するストレスを軽減させたり、あるいは当人に自信を持たせたりといったことを通じて、精神的な健康を回復させることができると考えられている。不登校や引きこもりといった問題、あるいは、小に癌などの治癒力強化を目指す技術の一つとして知られ、馬やイルカなど、情緒水準が高度と言われる。 哺乳類との交流を通じて他者を信頼できるようになるという。馬を通じたアニマルセラピーはモンゴル国で盛んに行われている。日本でも近年、乗馬療法、治療的乗馬、ホースセラピー、障害者乗馬などの名称で行われている。他にも高齢者医療や難病など長期間の入院を余儀なくされている患者の気晴らしに犬や猫などペットと触れ合わせたりといった活動も、 知られており、情緒面での交作用によるクオリティオブライフの改善といった期待も持たれている。人と人の間の潤滑油となり、間に動物がいると見知らぬ人でも無意識的に警戒心を解いてしまう。注意点としては、長時間触れ続けるなど動物にストレスを感じさせてはいけない。好きだからこそ距離を置いて付き合うことが大切である。 難病で生存への意欲が低下している患者に、ペットないし、コンパニオンアニマルを当てがい、動物の世話を介して、生活習慣をつけさせるなどの活動も報告されている一方、情緒障害や精神疾患などで、対人関係に疲弊していた人の回復期に行ったり、または、体の障害でリハビリテーションを必要としている人に、動物の世話をさせるという目的を与えて、それら作業を通じて、 リハビリを行うという様式も行われている。精神科医の森田正岳も両方に動物との接触を取り入れた。だが、精神の抑うつが強いと逆に負担になる危険性もある。動物が嫌いな人や動物恐怖症の人もいるため、環境に配慮して慎重に行う必要がある。これらの応用は始まったばかりでもあり、様々な分野で思考的に行われている部分があり、 今後の研究に期待が寄せられている。理論背景の一つには感覚統合理論などがある。難病の子供を支える犬をファシリティドッグというアニマルセラピーを行うにあたって必要な資格要件は現在のところない。民間団体の認定資格は存在するが公的にセラピストとしての知識や技能を保障するものではない。しかしながら日本において アニマルセラピー事業を行う場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物取扱業の登録を行う必要がある。これに伴い、アニマルセラピーを行う者は、同法施行規則で定める、動物取扱責任者の要件を満たさなければならない。特に馬を用いたアニマルセラピーでは、現在日本でも乗馬関係者と、 医療専門職などが協力しながら行っている施設もいくつか存在する。施設訪問施設での飼育会訪問家における飼育屋外活動治療の補助2015年の文献探索でがんの苦痛緩和では有効性評価に使えるような証拠がない。2018年に同じようにし、脳卒中、多発性硬化症、脊髄損傷、うつ病、統合失調症、 PTSD、認知症では、動物界材療法の研究はあり効果は認められて、いたが、証拠としての質を高めるためには、全体的に科学的証拠としての質は低いため、標準化された研究を実施する必要がある。不安とストレス反応性を減少させるが、血圧には変動はない。提供科学大学生命環境学部、アニマルサイエンス学科にアニマルセラピーコースを有し、 医療科学部作業療法学科では、アニマルセラピーの対象となる障害児、物の評価と治療などを学ぶことができる。特に海外では、乗馬療法をヒポテラピーと言い,い、作業療法士、理学療法士などが治療を目的に、医療的な側面からアプローチしている。もちろんスタッフは、馬の関係者と共に行うことが重要である。日本でも、作業療法士、 理学療法士などが関わり始めている。ありがとうございます。